家畜と人にとって快適な空間を。小泉製麻ではこれらの機能を持つ3つの製品により家畜と人にとって快適な空間を実現します。それではそれぞれの製品をご紹介していきましょう。匂いのトラブル解決します。畜産用消臭カーテン匂いトルン。匂いトルンは畜舎に設置するだけで悪臭を吸収無臭化。その仕組みは畜舎内の匂い成分が匂いトルンの消臭剤と結合することで匂い成分を無臭化します。消臭効果に関する性能評価試験では高い匂い成分の減少が確認されています。さらに消臭効果は水洗いで回復することが可能。非常に軽量で扱いやすく、壁面のほか畜舎内上部に設置も可能です。匂いトルンの構造は消臭面とラミネート面で構成されており、幅は 1.8 メートル、長さは100メートル巻きです。爽やかな風を畜舎へ。遮熱ネットバロンスクリーンホワイト涼風。風通しの良い遮熱ネット涼風を畜舎の側面に設置することで、畜舎内部飼料の温度上昇を抑制することができます。目の細かさによって3つのタイプがあり、いずれも高い遮熱性を持っていることから、隣接する資材置き場の他社の白色遮熱シートとの比較では、赤外線を高反射することで温度上昇を約15度抑制できます。また畜舎内の温度を下げることで家畜の食欲減退の防止や乳牛の搾乳量アップにつながります。幅の種類は3種類、ご希望のサイズへの加工も可能です。ダイナミックに補充、虫ペタッと大判粘着シート。虫ペタッと大判粘着シートはエッジ効果による3次元コントラストで高い誘引効果を発揮。加えて虫が好む色彩の大判サイズでさらに害虫を誘引します。また織物ならではの柔軟性とハトメ加工付きのため、設置・撤去の作業時間を大幅に削減可能。寸法は最大200センチ、50センチごとにカットしてもハトメ付きで設置が簡単。いかがでしたか？小泉製麻によるこれら3つの製品が家畜と人にとって快適な空間を実現します。